こんにちは。アークステイツの松本です。アンドアークののぞみです。はい、今回は、一粒万倍日ということで、はい、アークネッツスタッフのお財布を調査していきたいと思います。はい、はい、今回かなりスタッフ呼んでますよね。そうですね、はい、はい、なのでメンズ編とレディース編で動画を分けてお届けしようと思うんですけれども、はい、今回はメンズ編ということで、メンズ編で、はい、はい、ご紹介していきます。それでは早速松本さん、はい、お願いします。かしこまりました、よろしくお願いします。はい、それではまずはじめに私松本から、使っている財布を紹介させていただきたいと思います。私が愛用している財布がですね、こちらリガウェルのギャルソンパースになります。こちらは、実は、アークネッツに入社する前にコーナーズアークで私買い物していまして、でそれがもう大学生卒業して社会人になる時ぐらいだったので、もう5年前ぐらいになるんですけれども、まあこれしっかり5年ぐらい使ってます。で気に入ってるポイントがいくつかありまして、大きく3つですかね。まず1つ目はこのサイズ感。なんかもともと2つ折りとか長財布を使ってた時あったんですけど、なんかしっくりこなくて、2つ折りだとちょっとちっちゃかったので、まあちょうどいいサイズないかなって探してた時に、このギャルソンパース、この中間ぐらいのこのサイズ感って意外と探すとなくて、でこう片手にすっぽりはまるぐらいのこのサイズ感がめちゃめちゃ気に入ってます。ただですね、このサイズ感になってしまった代わりに、この札、お札を入れるところがちょっと狭くて、あの千円札2つ折りにちょっとしないと入らないっていうのが、まあマイナスのポイントなんですけれども、でもこのサイズ感一番はこれが気に入ってますね。気に入ってる理由2つ目なんですけれども、このカラーになります。皆様何色に見えますかね。黒に見えますって思ってくれてたらありがたいんですけど、これ実はネイビーなんですよ。はい、でたまたま買った時、僕普通に黒を探して来店したんですけど、黒がその時完売しちゃってて、まあ近い色だしネイビー、まあ、この深いネイビーなんですけど、まあネイビーでいいかなと思って買ったんですけど、これがすごく気に入ってしまって、今ではまあネイビー買ってよかったなって思うんですけど、まあカラーものだとやっぱ結構飽きちゃうっていうのもあって、で逆に黒だとやっぱちょっとつまんないじゃないですか。でこのネイビーの革、これ結構飽きないので僕はすごい気に入ってますっていうところは、この色味がお気に入りポイント2です。でもう一つはお気に入りポイントというか、5年間使えるぐらいの耐久性というか長持ちするっていうのがあって、使ってるレザーがブライドルレザーっていう、まあレザーを使ってるんですけれども、すごい耐久性のある革で、5年間使っても、まあ傷とかは多少ついちゃってるんですけど、全然まだまだ使えるなっていう感じ。そもそもこの長持ちするから、まあ、5年も使ってますよっていうところが理由の一つにございます。それでは私から、ディガウェルのギャルソンパースご紹介させていただきました。ありがとうございました。はい、ノアズアークの石井さんにいただきました。こんにちは、ノアズアークの石井です。よろしくお願いします。お願いします。はい、石井さん、早速ですが、はい、石井さんのお財布を教えてください。はい、自分が使っている財布はエンダースキーマーの三つ折りの財布になってます。来ましたね、エンダースキーマー。エンダースキーマーですよ。もう男女ともに人気がありますよね。そうですね、はい、カラーはブラックなんですね、石井さん。そうですね、結構洋服も、はい、どちらかというとモノトーンのものが多いので、あ、なるほど、それはやっぱ黒を選びました。確かにファッションに合わせて財布のカラーを選ぶ。そうですね、おしゃれですね、そのポイント。いえ、ありがとうございます。ちなみにどのぐらい使ってるんですか、はい、この財布は。どれぐらいにまず見えますか。3年ぐらい、意外と5年ぐらい使ってると。すいません、超えちゃいました。実は7年目に。すごいですね。全然見た目的には分かんないですよね。すっごい綺麗に使ってますね。大事に大事に。新しいかと思いました、本当に。ありがとうございます。はい、
あ、じゃあ結構持ちますね、エンダースキーマも。やっぱ、もともとやっぱ作りがしっかりしてるのもあって、はい、で革自体もやはり選び抜かれたものだと思うんで、うん、それもあって、やっぱこういう経年変化も楽しめるかなとは思いますね。確かに長く使える財布ですね。はい。そしてまた傷もあんまりないですね。と思うじゃないですか。はい。でも後ろ側とかには若干こう、爪で引っかいちゃったような跡があって、これは本当、覚えてるんですけど今でも2年目ぐらいの時に爪でガッてやっちゃって、はい、なるほど。その日はすごいショックだったんですけど初めての傷みたいなありますよね。そうなんですよ。革小物あるあるみたいな。はい、ショックでしたね。ありがとうございます。それはなんか買った時の決め手になったこととかあります、はい、決め手としてはまずこのコンパクトのサイズ感、自分の手で手のひらで覆えるようなサイズ感になってて、はい、ちょうどすっぽり入りますね。そうです、はい、あとはまだキャッシュレス派ではなくて現金派なので、はい、それもあってやっぱこのかなりマチのあるこのなんですかコインケース部分がすごい好きで、なるほど、かなり重宝してますね。確かにそこにコインケースあると取り出しやすいですよね、はい、そうなんですよ。どうしてもやっぱ初めて買ったのがその大学生の頃だったのもあって、はい、だん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 もうお菓子買ったりご飯買ったりとかもやっぱ小銭の方がどちらかというと使う頻度高いっていうのもあって、小銭のこのデザインはすごい気に入って買いました。ああ、そこは決め手になったと。そうです。実際7年使ってて、はいはい、お気に入りのポイントとかありますか。まあ、この先ほど言ったようなコインケース部分もそうなんですけど、はい、やっぱこのコンパクトのサイズ感によってバッグいらずで本当財布ポケットに入れて持ち運べるっていうのはすごい気に入ってて、うん、まあ、デザイン的にもこう三つ折りなのと、はい、このカードも枚数的には 6から9枚ぐらいなのかなと、はい、ただどうしても入れすぎちゃうと、まあ、このせっかくのコンパクトさがちょっと失われちゃうかなと思うので、はい、ここまで入れてはいないんですけど、はい、なるほど。そこもかなり気に入ってます。でもコインケースが外側についてることによって結構小さい財布なのに収納力ありますよね、はいはい、それが結構いいかもしれないです。ありがとうございます。はい、それではノアーズアークの石井さんにエンダースキーマの財布を紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではアークステイツ小林さんに来ていただきました。はい、アークステイツの小林です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、はい、小林さんのお財布を教えてください。はい、僕が愛用させていただいているのは、メゾンマルジェラの折りたたみのお財布と、モンベルのコインケースを2個使わせていただいております。小林さん2個使いですね。はい、2個使わせていただいてます。これ早速なんですけど、どうやって使い分けてるんですか。ですね、僕、はい、結構小銭がすごい多くなってしまうタイプの人間でして、やっぱりレス化が進んでる中、小銭が、はい、多くなってしまうので、はい、まあ、こっちの小銭で賄えない分をこちらの小銭で、はい、小銭賄えないぐらい結構出ちゃう、ちょっと出ちゃうので、あ、はい、あと一応ちょっとこちらもコンパクトなミニウォレットになっているの で、ね、はい、カードの枚数がやっぱりどうしても限られてしまう部分を、うん、こっちのモンベルの方でコインケースとカードで使い分けをしております。モンベルの方も使い勝手良さそうですね、はい、そうですね、やっぱりこの間違ある分、はい、すごい小銭がいっぱい入るということで、確かに結構入ってカードも入るように結構メイン使いで使ってるかもしれない。なるほど。それぐらい、はい、一応メインはマルジェラ、マルジェラで、はい、で、まあ、入らなかった分をこのモンベルにも入れてるみたいな感じで使ってるっていうことですね。やっぱこちらはどうしても高級感がすごいあるお財布なので、うん、そうですよね、はい、はい、ちょっとバシッと使いたいときはこちらで、なるほど、はい、使っております。ありがとうございます、はい、これって小林さんどのぐらい使われてるんですか。つい最近購入させていただいて、はい、まだ3ヶ月ほどしか、なるほど、じゃあ結構おニューの新しい財布ですね。お財布です、はい、もともとちょっと大きめの財布だったんですけど、はいはい、時代がよりコンパクトになってきてるので、はい、僕もちょっと買い替えようかなと思って小さい財布に。時代コンパクトになってるのにそれに耐えきれず2つ使ってる感じですか。あ、そうですね、やっぱりまだちょっと時代に対応できてないのかもしれないです。いつかはこう1つになるような、そうです、いつかは1つになりたいんですけど、まだちょっと準備段階ということで。なるほど、面白いですね、はい、2つ使えています、はいはい、ありがとうございます、はい、購入した時の決め手とかってあったんですか、はい、決め手ですか、はい、やっぱりこのメゾンマルジェラの定番のフラップウォレットって言われてる、はい、お財布なんですけど、定番の形ですね、はいはい、これの1個大きいモデルを以前使ってたんですよ、この前に使ってて、はいはい、
やっぱりこれ非常に使いやすくて、あ、なるほど、カードも入るしサイズだけちょっと違うっていう感じですか。よりコンパクトになってるので、まあ、片手で収まるサイズ感、あ、なるほど、これが非常に便利でして、はいはい、前使ってたやつはほぼこう収納の仕方とか、まあ、一緒でワンサイズ大きくなるので、そういうことなんですね、どうしてもちょっと片手じゃ収まりにくいサイズ感だったんですけど、これはちょっと片手でもうさらっと持てる、非常に持ち運びがいいお財布かなと思いまして、はい、こちらに買い替えました。じゃあもう慣れてたんですね、この形というか。あ、そうです、もうこれ使い慣れてる。あ、でもさらにもうちょっとちっちゃい方がいいなみたいな感じで、はい、アナログだけどちょっとより近代的にしたいということ。そういうことですね、はい、ありがとうございます。使ってみてなんか気に入ってるポイントとかございますか。はい、使ってみてこちらの財布で、はい、はい、どっちでも大丈夫なんですけど、一応コンパクトなんですけど、はい、お札が折らなくてもありがたいですね、はい、しっかり収納できる点が非常に僕は気に入っているのと、はい、あとやっぱカードですね、コンパクトなんですけどたくさん入る点がこの財布のいい点ではないでしょうか。収納力がやっぱ結構あるんですね。非常にあります。小さいけど収納力がある、はい、収納力があるのにモンベルの方もあるのにモンベルもちょっと二刀流で使わせて結構カードとか多いですか小林さん。僕カード多いんですけど、はい、やっぱコンパクトになってちょっと減らしました。あ、減らしても減らしてもちょっとつなぎられない分をこちらでありがとうございます、はい、それではアークステープ小林さんに2つのお財布を紹介していただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではライプアークの森島さんに来ていただきました。はい、ライプアークの森島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速、はい、森島さんの、使っている財布を教えてください。はい、はい、自分が使用しているのはメゾンマルジェラの、コンパクトバイフォールドウォレットです。もうまたマルジェラですね。さっきも実は小林さんが、はい、ご自身のマルジェラを紹介してくださったんですけど、はい、また違った形なんですけど、ここら辺は定番なんですか。そう、もう何シーズンか定番で出てまして、はい、で、まあ、あの何かが、ね、何かとか人気方がある中のそのうちの一つかっていう。なるほど、はい、他のスタッフもやっぱりマルジェラ使ってるスタッフ結構そうですね、多いですよね。うちの会社でやっぱりスタッフも結構使ってる人が多いと思います。確かに、はい、ありがとうございます。ちなみに森島さんはこの財布どのぐらい使ってるんですか。大体もう3年半ぐらい使ってますね。4年、もうそろそろ4年になるかなってぐらい。あ、じゃあ結構使ってますね。結構愛用してます。なんか買った時は、はい、その購入したきっかけとか、はい、まあ、これにした決め手とかあったんですか。もともとは2つ折りだったんですけど、はい、ちょっと大きくて、あ、で、まあ、やっぱコンパクトウォレットは結構流れが来てたので、あのキャッシュレス化で、はい、自分ちょっと小さくしたいなと思って、なんかいいのないかなって探した時に、ちょうど、まあ、そのシーズンで初めてこう入ってきて、はい、まあ、違う、このコインポケット部分がこういう小さめの財布に比べては割とこうフラップで結構取りやすくて、あ、なるほど、容量入るところに惹かれて、まあ、購入を決めたって感じですね。あ、じゃあ結構コンパクトだけど、はい、小銭とかはその中でも収納力があるという。そうですね、結構あの他と比べると収納力の中万能かなって感じです。じゃあ結構使いやすそうですね。そうですね、使い勝手も抜群です。じゃあすいません、3年半ぐらい使ってるっておっしゃってるんですけど、はい、使っていく中で何かお気に入りのポイントとかありましたですか。そうですね、まあ、購入決め手になったとも言ってた、このやっぱコインポケット、はい、やっぱり使いやすいなと思いますね。なんかジップタイプのものが多かったりするんですけど、はい、フラップでも待ち付きでガバッて開くので、確かに結構これは使いやすいなっていう。やっぱりそうですよね、小銭が探しやすいっていうのはやっぱりいいですね、はい、そうですね、まあ、キャッシュレス化なんで、まあ、本当に使わない人は全然使わなくなっちゃうと思うんだけど、自分とかと割となんか休憩時間にちょっと自販機でジュース買ったりとか使ったりするんで、はい、意外と重宝するなっていうのは思います。そうですよね、まだ小銭はやっぱ使いますよね、はい、そうですね、まだ都内よりはこっちの方が浸透してないかなと思う。確かに、はいはいはい、あと森島さん、はい、今日財布紹介なのに、はい、財布じゃないものを持ってきてますよね。反則なんですけど、ちょっと、はい、ちょっと反則しようかなと。もうぜひ持ってきていただいたのであればいい紹介お願いします。はい、ありがとうございます。合わせて同じあの革のキーケースも、はい、ちょっと持ってきちゃいました。なるほど、キーケースですね、はい、あ、いいですね、やっぱ財布とブランドもその雰囲気も合ってるとかっこいいですね。そうですね、まあ、ちょうどお財布買ったタイミングで、はい、あの、はい、同じ革でキーケース持ったので、
欲しいなと思ってもう合わせて買っちゃいました。なるほど。じゃあもう車の鍵と、そうです、家の鍵と、まあ、開くと中はもう本当にキーケースの作りなんですけど、あ、こういった感じでもカードケースっていう使い方もできるので、カードもちょっと入るんですね。そうです、カードキーも入りますし、 あと、まあ、普通に中に鍵付けられて、はい、で車の鍵ってなかなか入んないんですけど、こういう外に丸カンがあるんで、うん、こっちへ付けられてるのもあって結構重宝してます、結構便利ですね、それあると。そうですね、まあ、この2セット持ってよくお出かけしてます。なるほど。じゃあもう森島さんセットですね。森島さんセットです。ありがとうございます。はい、森島さん、はい、さらにまた何か持ってきてますか。さらに持ってきた。これはちょっとお財布の趣旨に沿ったものなんで。そうですよね、ありがとうございます。それでは助かります。はい、はい、ちょっと新品のものをお持ちしました。なるほど。比較するために。そうですね、やっぱ革の財布になるので、はい、やっぱ経年変化っていうのが結構出てくるので、大体まあ3年半から4年ぐらい使用したものと、はい、もう完全な新品でございます。あ、やっぱ雰囲気違いますね。そうですね、結構一切手入れとか何もしないんですけど。あ、そうなんですか。革の財布は基本的に手 の油とかで勝手にエイジングしていくので、はい、あまり、まあ、手入れ不要かなっていうことで、本当にただ使ってるだけなんですけど、ちょっと革の光沢感出たりとか、表面のエンボスが若干こう潰れて、はい、少しこう平らな雰囲気になったりとか。あ、確かにちょっと平らになってるのと、光沢感がやっぱ若干あるような気がします。そうです、ね、はい、あとまあこのマネージャーのフォーステッチっていうのもちょっと汚れてきてるんですけど、うん、まあ、これも味かなっていうことで。確かに、はい、でも3年半使ってる割に結構綺麗に使われてますよね、まあ、大切に使ってるんで。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、それではライパークの森島さんに、マルジェラの財布を紹介していただきました。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは今回は、アークネッツのメンズスタッフの財布を調査してまいりました。はい、はい、結構メンズスタッフの選ぶ基準としては、なんかこう機能面であったり、小銭が、ね、はい、取り出しやすいとかサイズ感とか、そこら辺をおっしゃってるスタッフ多かったですね。確かに、はい、で次回は、はい、レディースの財布を調査していきたいと思いますので、はいはい、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、今回ご紹介したお財布以外にもアークネッツのオフィシャルサイトにたくさんお取り扱いしているものを掲載しておりますので、ぜひ概要欄のリンクの方からチェックをお願いいたします。はい、ということで今回の動画が参考になったなという方は、はい、ぜひグッドボタンとチャンネル登録、はい、そしてコメントもお待ちしておりますので、ぜひお願いいたします。それでは今回の動画は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。